どうもこんにちは、ドレイクです。今日はおばさんからもらったクリスマスプレゼントのサンドイッチメーカー、ライボーというサイドチップサンドイッチメーカーを使ってグリードサンドイッチをね作りたいと思います。グローチーズサンドイッチ、パニーリですね。なんかこういう感じですね。今温まってます。材料はパン、そしてチーズとハム、そしてもう一つチーズ、チェダーチーズで、チェダーチーズとトマトです。パンをじゃあ乗っけて、ハム、チーズ、焼いてきてる、焼いてきてる、なんかね、結構か、そうやってやってみよう。なんか早くやんないと焦げちゃうような気がする。うん、じゃあ早くやる。チーズ、できてる、できてる、焼いて、ちょっとパン置いて、で閉めましょう。閉めます。 Close。 え、これカチンってなっちゃうの？うん、そうだ、そうやって、マジで、うん、はい、3分後、あ、こんなになってる。3分後こうなってます。ちょっと崩れちゃった時もありますけど、まあ、それは気にしないで、どうぞ気をつけて、うん、ああ、できてんじゃん、うん、ちょっとこれチーズがいっぱい、なんか早かったな。出来上がりました。こっちがチェダーとトマトの組み合わせで、こっちがハムとイタリアンチーズの組み合わせですね。それでは、じゃこっちの美味しそうなチェダーチーズとトマトの方を食べたいと思います。トマトが美味しい。チェダーも美味しい。なんか笑った。チェダーチーズ大好きなので、このチェダーチーズがね、めっちゃ美味しいですね。ハムとイタリアンチーズです。いただきます。焼いたハムが美味しいですね。チーズもね、組み合わせがバッチリですね。本当に美味しいです。昨日の残ったタカキを使って、母がスープを作りました。他には、まあ、セロリ、人参、そしてもちろんタカキが入ってますね。いただきます。温まりますね。塩もちょうどいいですね。野菜がね、大好きなんですよね。美味しかったです。では、Don't forget to subscribe.